徳田修成作、カナリア塚。一郎と愛子ということは、隣同士でいるくせに、とかく仲が悪かった。というのは、一郎の家が大金持ちで、愛子の家が貧乏であったから、何かにつけ、高慢な一郎が威張るせいでもあったであろうが、 一つは、一郎の意地の悪かったからなので。一郎のうちには、電池がたくさんあり、それゆえ、年々の身入りもたくさんで、贅沢に暮らしていたから、一郎は良いものを着て、うまいものを食べて、何一つ不自由はなかった。それに引き換え、愛子のうちには電池もなく、従って人の他を作って、割をもらって、 それでもって細々と暮らしていたから、愛子はいつも汚いなりをして、まずいものを食べて、とかく不自由がちに暮らしていた。けれども、一郎のいじわるとは大きな違いで、愛子はいたって穏やかな、おとなしい子であったから。それを少しも不足に思わず、いつも楽しそうに日を送っていたもので、自然と人にも可愛がられ、 学校でも成績が優等であった。一郎と愛子とは、ある日裏山で栗を拾うて遊んでいたが、明々田元が重くなるくらい、たくさんに栗を拾うた。一郎は愛子が嬉しそうに、田元の栗を眺めているのを見て、愛ちゃん、その栗をみんな、俺によこしておしまいよ。と言った。嫌よ 愛子はたもとを握って絵見かけた。あたいがせっかく拾ったものを、一郎さんは欲張りだよ。それだって、その栗はみんな俺のものじゃないか。どうしてこれがみんなあなたの栗なのあたいが拾ったものを、なぜあなたの栗だというのそうじゃないか。この山はみんな俺のうちの山さ。俺のうちの山にできた栗だから、俺の栗じゃないか。あら。 嘘だわ。嘘なものか、失敬な。と、一郎は傘にかかった。だって、ここは村の山だわ。あたいの山でもないけれど、一郎さんの山でもないのだわ。と、愛子はやり込めた。嘘だい。俺のうちだい。栗が欲しけりゃ、俺に分けてくださいって頼むがいいや。断りなしに持っていっちゃいけないよ。さあ、 みんなここへお出し。出さないと、これだぞ。と、原稿を振り上げて、怖い顔をするからたまらない。勘忍してちょうだいよ、よ、一郎さん。と、愛子はバラバラと栗をそこへ開けた。こんちくしょう、俺の栗を何しやがる失敬な。いいわ。こんな栗なんかみんな持っておいで。一郎さんの意地悪。 愛子コもつい憎まれ口を聞く。それが尺に触って、一郎は一つ二つ愛子の頭をぶったが、愛子はこうなると、泣きもせず、恨めしそうに一郎の顔を眺めて、すごすごと林の中を出てしまった。一体喧嘩をして、愛子をいじめたいのが一郎の悪い癖なので、愛子が素直に栗を放り出して行ってしまうと、一郎はなんだか気が済まぬ。 もう一つひどくいじめてやりたくてならぬ。そこで一郎は栗を拾い集めて自分も後から一人とぼとぼ林を出たがなんだか小尺に触ってならぬのでいろいろ考えた。ちょうど日の暮れる少し前でうちへ帰って庭の方から入ろうとすると少し歪んだ愛子の低い軒場に吊るした籠のカナリアが 愛らしい声でしきりにさえずっていて、傾きかけた火が枝もたわわに実のなった柿の木いっぱいに刺している。一郎はしばらく立ち止まって様子をうかがっていたが、愛子が馬鹿に憎かったので、ついそのカナリアまでが尺に触った。奥の方に愛子のおさらいの声が聞こえて、他には誰も人がいないらしい。 一郎はつかつかと愛子のうちの庭へ入って、カナリアのカゴの下まで行ったが、そこに突っ立ったまま、うさんらしい目つきで、キョロキョロあたりを見回していた。人に慣れたカナリアは、おびえもせず、天から授かったその美しい声で、しきりにしゃいずっている。一体このカナリアは、この春、愛子が町に住んでいるおばさんからもらってきたもので、 それからというもの、優しい愛子は、朝起きてから晩寝るまで、ほとんど晩をせぬばかりにカゴを守って、絵も自身でこしらえてやれば、カゴの掃除もしてやる。命から二番目に大事な友達のように愛しているので、少しでもカナリアの元気が悪そうに見えると、もう人方ならず気をもんでいる。カナリアもまた、 こんな可愛らしい優しい友達を得たのを喜ぶ心があるのか、いつも元気よくさえずって、さながら愛子の言うことの意味を聞き分けでもするかのように、愛子に慣れているのであった。一郎は今、その愛子が大事大事のカナリアの籠の下に立って、顔の中を見上げていたが、靴脱ぎの石の上へ登るかと見ると、屋わに籠の戸を開けて手を突っ込んだ。 カナリアは驚いて、バタバタカゴ中を羽ばたきをして逃が迷ったが、それもしばらく。一郎の手はむズとその細い弱々しい体をひっつかむが早いか、カゴから取り出して、喉のところをきつく締め上げて、そのままカゴの中へ放り込んだかと思うと、カゴのとも締めず逃げていってしまった。愛子はこの時、カナリアのことを忘れて、 熱心に日課のおさらいをしていたので、そんなこととは夢にも知らず、しばらくして何心なく遠先へ出てみると、カナリアはカゴの中で倒れたまま、折りりバタバタと弱い羽を動かしている。愛子はびっくりして、カゴから哀れなカナリアを取り出したが、もうダメだ。目を白黒して、今にも死んでしまいそうである。 アイコはおろおろ声になった。あら、死んでしまいそうだわ。よう、死んでしまっちゃ嫌よ。と、息で温めたり、頬ずりをしたり、懐を入れたり、水をくくめたりして、いろいろ解放に手を尽くしてみたが、もう叶わぬ。ひどく喉を閉められたカナリアは、みるみる体が動かなくなって、 果ては目が白く、羽をいま一度ピリピリ動かしたかと思うと、そのまま愛らしい愛子の手のうちで息を引き取ってしまった。愛子はどんなに悲しいんだろう。どんなに胸が切なかったろう。ぽろぽろと涙をこぼして、じっと見つめたきり、物をも言わなかった。一体、 どうしてカナリアはにわかに死んでしまったのであろう絵の中に毒が入っていたのであろうかそれとも病気をしていたのに気がつかなかったのであろうか体を見ると柔らかいその毛がところどころ抜けているばかり、格別変わったところがあるのではないから、まさか猫やイタチのせいでもあるまい。けれどもカゴの戸が開いていたのは不思議である。 やっぱり何者かに取り殺されたものかもしれぬ。と、愛子はあまりにわかの出来事の悲しさに、ついいろいろと考えてみたが、さて、どちらとも決めかねたが、もしや一郎の意地悪の幸せではないか、と気がつくと、どうもそうらしくも思われる。と、あたりを見回すと、色の黒い丸い目をした一郎が、ちょうど隣の庭の、 垣根のそばに姿を現して、こっちを見ているのに目が止まった。一郎さんだわ、きっと。と、愛子は愛らしい目で睨むようにした。知らないやーい。と、一郎は気味よさそうに言った。一郎さんだわ。覚えてらっしゃいよ。嘘をつけ。俺が知ってるもんか。猫が殺したんだ。お前は間抜けだな。 猫だってそうさ、猫さ。今俺がここに見ていたらね、ほら、尾の長い泥猫が来やがって、カゴの中へ首を突っ込んで、そして爪でカナリアの喉を引っかいたのさ。ほら、喉に跡があるだろだけど、俺はお前が俺に失敬なことをするから、おっちゃんやらなかったのさ。黙って見ていたのさ。それだって、俺がいなけら猫の野郎、きっと食ってしまうところさ。 そう。あなたが殺したんじゃなくってしっけえな。俺がそんなことするもんか。カナリアに聞いてみるがいいや。だけど、そんなカナリアなんか、いくらもお足を出せば買えるじゃないか。一話くらい死んだっていいじゃないか。え死んだって、そんなに残念があるほどのものじゃないよ。だって、かわいそうじゃありませんか。 猫なんかに捕まって、まあどんなに切なかったか知れやしないわ。一郎さんは何だって黙って見ていたんでしょう。あなたはひどいのね。そんな愚痴をこぼしたっていけないさ。何も俺のせいじゃないんだもの。自分の不注意じゃないか。だけど、猫がどうして戸を開けたんでしょうね。そりゃ猫だって手があるんだもの。籠の戸ぐらい開けるさ。だって、 いつもカゴのそばへなんか寄ったこともないんだもの。そりゃ人間がいれば猫だってむやみなことはしないさ。そんなつまらないことを言ったって死んでしまったもの仕方がないじゃないか。本当に猫なのそうさ、猫ってやつはなかなか油断がならないさ。と、押し問答をしていても死んだカナリアが生き返るでもない。そこでアイコは思いついて、 庭の隅の小さい深山しきみの枝影の土を掘ってそしてカナリアの死骸を丁寧に埋めてさて一揆の石を立てる秋草を摘んできてはたむけなどしたその日も暮れてしまった愛子は寂しくてならぬ大事の友達が死んでしまったので 急に心細くなって、晩飯もいつものようには喉へ通らず、床に入っても、哀れなカナリアがジタバタと体をもだえて、苦しそうに目を白黒して死んだ。その形がありありと目についていて、無情に悲しかった。その夜は、カナリアのことを夢に見て、朝起きると、空のかごがなんとなく恨めしく、 学校へ行くのにも頼りがなかった。で、せめてもの慰みには、カナリア塚の前へ行って、いろいろの花を立てたり、水をむけてやって、それでやっと悲しさを忘れていた。カナリアの塚には、いつも美しい花が絶えず、きれいに掃除ができて、青いマシキミの枝が、さもそれを守るかのように、上から追っかぶさって茂っていた。 子供の一群がわいわい言って今田んぼ道を歩いている。男の子、女の子、顔へ墨をつけた子、鼻を垂らした子、カバンを担いだ子、包みをわき挟んだ子、靴を履いた子、草履を引きずっている子、おおよそ 二十人余りもいる。中にいじわるの一郎もいた。優しい愛子もいた。冬のことで見渡す限り体の重に裏寂しい薄い日が差していて、空がどんより曇っている。愛ちゃんには誰だって叶やしないよ。声がばかにいいんだもの。 一人のサイズち頭が言うと、そばから青花を垂らした子が、そうだとも、うかじゃ、まったく愛ちゃんが一等さ。おいらだっていいと思うもの、そりゃ褒美をもらうのは当たり前さ。褒美をもらったって、みんなでおべっか言わなくたっていいじゃないか。褒美なんか何にするものか。本に反しだろ。そんなものなんかいらないや。俺なんかうちへ行きゃ、いくらもあら。 と言ったのは、一郎である。そうさ、誰があんな褒美なんか欲しいもんか。と、い図ちを打つ者がある。そんなことを言ったって、君たちはダメだよ。炭一本だって、褒美は褒美さ。褒美にもらったものは、たっといのさ、名誉なんじゃないか。生意気なことを言ってやがる。俺なんか褒美なんか欲しくもないや。つまりお前なんか、 うちが貧乏だから、褒美をもらって喜んでるんじゃないか。馬鹿言え、お前なんか欲しくたって誰がくれるもんか。あえて、褒美の品物を欲しいわけじゃないさ。だけど、褒美ということが、非常な名誉なんじゃないか。軍人が勲章をもらうのと同じじゃないか。勲章なら、俺のお父さんだって持ってら。しかも、赤十字の勲章なんだ。と、一郎が言った。 あれは勲章と違うんだよ。勲章ってものは、むやみと誰でも下げられるものじゃないさ。何を言ってるんだあれが勲章でなくって勲章じゃないや。勲章だお前なんか見たこともないくせに。と、言い争っている。そのうち、そこの竹藪の横から家へ帰るもの。かしこのあぜ道から別れるもの。だんだん人数が減って、 一郎と愛子と、他に二三人となった。今日は、昨日から前触れのあった、県知事の夫人が、学児奨励に熱心なため、この村へも回って、生徒の模様を視察方々参観に来られたので、その時愛子が歌うた商家が、ことのほか出来が良かったというので、夫人手図から商品を授与されて、 なおも怠たらず勉強するようにとの言葉であった。もちろん他にも二人ばかり、他の科目で賞品をもらったものもあったが、夫人は音楽がことのほか好きであったので、とりわけ愛子の昇華に感心せられて、この子に音楽を仕込んだなら、大きくなってきっと名人になるであろうと、校長に語られるくらいであった。一郎はそれを悔しく思った。 道々も負け惜しみを言ってるのであるが愛子の味方もなかなかたくさんあったから一郎はここで愛子をいじめることもならなかったその時ゴロゴロとにわかに車の音がしたのでみんなは誰かと思って後ろを振り返ってみるとそれは知事夫人で年頃は十三歳の 誠に優しい、慈愛の溢れた顔の女であったが、ニコニコと笑みを含んでおられる。そこで道端に立ち止まって、みんながお辞儀をすると、夫人はいっそう優しく笑みかけて、丁寧に挨拶をせられたが、急にシャに命じて車を止めさせるかと思うと、降りてこられた。みんな、そうしておとなしく、うちへ帰るのですよ。 と声をかけられて、さらに愛子のそばへ寄って、お前さんのうちはあそこでございます。と、つい一丁ばかり先の森影の低い我が家を指した。そう。じゃあ一緒に行きましょう。そしてお前さんはあんまり消化がよくできますから、お父さんにお話をして、差し支えがなかったら、 今日からでも私のうちへ来て、私が毎日音楽を教えてあげようと思います。と、夫人は愛子の頭をなでられた。それからみんなは急におとなしくなって、口をも聞かず、恐る恐る小さくなって道を歩いたが、やがて愛子のうちの前まで来ると、夫人は他の子供に、さようならと言って、 愛子と一緒にその汚い笑いへ望まれたさて愛子は間もなく町へ連れられて知事の屋敷に引き取られたそして美しい着物を着せられて何一つ不自由もなく暮らすことになった 学校へもやってもらえば、優しい夫人から音楽の稽古をもしてもらった。それで愛子は日に月に音楽が上手になった。その声のいいことと言ったら、誰も感心せぬものはないので、村の人たちは、愛子があまりカナリアを可愛がったので、その声が映ったのだろうというほどであった。